こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画はですね、ちょっといつもと違った形式でお届けしてみたいなと思ってるんですが、ユニクロの7月のですねセールのアイテムの中から、これはですね皆さんにぜひ持っておいていただきたいものをですね3つに限定してお届けしてみたいなというふうに思ってます。まあ、ユニクロというのはですね結構もう普段から安いので、まあセールというものをですねそこまで僕は注意して見ていなかったんですが、意外とですね、あ、このアイテムがこの価格になってるのというものがですねサイトを見てると見つかったりするので、まあそういったものの中からですねまだ在庫があって皆さんがですね今後も使いやすいものをですねご紹介してみたいなというふうに思ってます。まあ、今回初めての試みなんですね。まあ、ユニクロの商品をですねお勧めすることはあるんですが、まあ、セールに特化したものっていうのはですね結構もう本当にリアルタイムでお勧めする必要があるかなと思ってるので、まあ、今回はですね編集なしで撮ってそのまま出すみたいな形でですね皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。まあ、早速ですけども、一つ目のアイテムから皆さんに解説をしたいなと思ってるんですが、今日はですね僕全身ブラックなんですけども、これには理由があるんですね。なぜかというとですねもう実際に着てるからなんですね。まあ、コーディネートというところで凝った形でお見せしたかったんですけども、まあ、実際に着てるのが一番わかりやすいかなと思うので、まず一つ目からご紹介したいなと思うんですが、まずこちらですね、カーディガンなんですけども、こちらはプラス J のですねシルクコットン V ネックカーディガンというアイテムになります。これはですね先週購入したのかな、バーゲンセールになっていて、これはねいいなと思って購入したわけですね。まあ、プラス J の商品というのはですね以前発売した日かな、その日にですねレビューをしてるんですけども、その時にはですね正直あまり僕の視界には入っていなかったアイテムなんですね。というのもインパクトっていうところで言ってしまうと、やっぱりですね目玉商品は他にあると思うんですね。他にもなんかこれはこうなんか動画に撮った時にもインパクトがあるなとか映えるなっていうものってあるわけですよね。まあ、ロングコートみたいなものだとか、あとはねこうデニムだとか、そういったものが今回は結構注目されていた中で、まあ、今僕が着てるこういったVネックカーディガンっていうのは正直ですねインパクトは薄いですね。あんまりねこうパッとした商品ではないんですけども、すごくベーシックなんですね。まあ、見ていただくと分かる通り、本当にね見た目的には特に特徴はないです。使い勝手のいいですね V ネック型のカーディガンになってまして、だからこそいいんですよ。バーゲンセールで何を買うべきなのかっていうのは、まあ、人それぞれ意見があるかなと思うんですけども、僕の中ではこのシーズンだけではなくて、例えばこういったカーディガンだったら、春にも使えるし秋にも使うことができますよね。まあ、正確に言うと春のカーディガンの素材と秋のカーディガンの素材ってちょっと変わってくるんですけども、かといってこれを秋口に着ても NG ということは全くないかなと思うので、まあ季節で言うと2つ使えるってことですね。春と秋使えるということ。そしてデザインがベーシックで、今年だけではなくて来年再来年を見た時にも使えるということ、ここがですねバーゲンセールのアイテムの中で僕は重視していることなんですね。あまりにですねインパクトが強かったりだとか、そういったものだと値段は安くても、まあ、数回着ただけで着なくなっちゃったっていうことが少なくないかなと思うので、まあ、それがですね複数年見ても使えるかどうか、これはすごく重要かなと思うんですが、このカーディガンは本当にね1枚持っておいたらめちゃくちゃ便利で使い勝手がいいかなというふうに思っています。というのもこういった V ネックカーディガンというのはメンズファッションにおけるもうベーシックアイテムですよね。1枚あって間違いがないんですよ。そのアイテムが、ユニクロの品質、しかもですねこれシルクコットンですよね。本当にね肌触りが本当びっくりするぐらいいいです。まあ、ニットってやっぱり好き嫌いがあってチクチク感が嫌だと思ってる方少なくないかなと思うんですが、僕もそれは同じ意見なんですね。ですが、まあ、最近のニットはよくできていて、そのチクチク感はほとんどないものが多いんですけども、それでも物によるんですね。これはシルクのですね柔らかい質感がめちゃくちゃ気持ちいいので、着ていてもう本当にストレスがないカーディガンなので、この素材感だけでもですね素晴らしいなと思うんですが、それにプラスしてプラス J のデザインということで、ジルサンダー氏がですね実際にこうこだわり抜いて作ってるものなので、まあ通常のユニクロのカーディガンよりも特別感もありますし、細部のバランスというところも含めてすごく設計が丁寧にされているので、まあこういったものであれば僕はセールで絶対
対に買うべきかなと思ってまして、まあ今の時期だと、まあ梅雨時期なので、T シャツだとか、今僕はポロシャツ着てますけども、こういったトップスと重ね着をしてもらうというのがすごくいいかなと思います。まあ使い勝手はね、抜群にいいので、ぜひお勧めしたいなと思うんですけど、色はね、ブラックがいいですね。これは超オーソドックスにブラックを持っておけば間違いなく複数年使えるかなと思うのでめちゃくちゃおすすめですね。値段もね、詳細はまたリンク貼っておきますけども4000円かな ?4000 円か5000円かちょっとまた後ほどリンクを貼っておきますが本当にね通常のユニクロのカーディガンに比べたら高いですけどオフ率も結構高かったので非常にこれはコストパフォーマンスが高いアイテムなのかなというふうに思ってます。まあプラス A の中でも決して派手さはないアイテムですがそういったものこそ長く愛せる良品だと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目なんですけどもその内側に着ているものですね。これポロシャツなんですけどもこれまたねニット地のポロシャツになっているんですね。まあこういったニットポロというのは僕はですね個人的にはすごく好きなんですね。ポロシャツというとやっぱりねオーソドックスなコットン地のものを想像される方が多いかなと思うんですが、まあ、ユニクロにも定番のものありますよね。あれはね悪くはないですけどちょっと1枚で着るには決してこう超素敵に見えるかというとそんなことはないかなと思うんですね。まあベーシック定番という形です。で、まあ夏のトップスって結局はですねその単品が主役になることが多いかなと思うんですよね。まあ、上半身の一番目立つところにそのアイテムを持ってきて本当にバランスがいいのかっていうところはやっぱり考えなくちゃいけなくてそういった点では本当にねベーシックなユニクロのポロシャツだとちょっと僕は心配な部分があって一方でこのニットポロというのはまず素材の風合いですね。この大人っぽいですねニットの風合いというのがすごく上品で1枚で着てもですねすごく華やかな印象にはなるかなと思います。でオールブラックで非常にですねシンプルなデザインなんですけども素材の質感の良さというのが光るのでこれまたねベーシックで使いやすいのかなというふうに思ってます。こういったニットポロというと、まあ、代表的なのはジョンスメドレーのニットポロなんですね。これがね定番かつもう本当に上質なもので、まあ、多くの男性にとっても、まあ、1つ3万円を超えるものなので憧れの品かなと思うんですが、まあ、そういったものを実際に僕も試着をしたことがあるんですが比べてもですね遜色ないレベルですごく仕上がりが良かったです。まあ、めちゃくちゃこれはですね肌触りもいいし色の雰囲気もですねブラックといえども光沢感があって上品に見えるのでこれは持っておいて損はないかなと思います。ポロシャツ1枚で着るときにもちゃんと華やかさがあるような大人のポロシャツかなと思ってます。まあこういったポロシャツというのはあんまりねこう色で遊んだりだとかワンポイント入ってたりだとかこういうなんだろうなちょっとしたラインが入ってたりだとかそういったものを持ってしまうとかなりおじさんっぽくなってしまうのでできるだけシンプルでブラックネイビーとか濃い色の方が僕はまとまりがいいかなと思うんですがこのプラス J のブラックのカーディガンじゃないやポロシャツはめちゃくちゃ良かったですね。これも同じく 4,5,000円だったと思います。どっちだったかな4,000円か5,000円ぐらいポロシャツにしては高いんですけれども先ほどもお伝えしたようにジョンスメドレーのニットってやっぱり3万円超えたりだとかセレクトショップのオリジナルのニットポロでもやっぱり1万円台中頃から後半ぐらいで売られていることが多いのでそういったものと比較してもすごくデザインのバランスも質感も良くてそれが5000円前後で買えるというのはものすごくコストパフォーマンス高いかなと思うのでこれも間違いなく買いかなと思ってます。で気をつけたいのはサイズ感なんですね。割とコンパクトなんですね。なので、まあ、通常のサイズで選んでしまうとちょっとタイトでピタピタ感が気になるかなと思うのでぜひですねワンサイズアップしてもらいたいですね。僕は身長164センチ53キロですね。まあ、この体型で普段 S がジャストサイズなんですけど、まあ、ワンサイズ上げて M サイズを購入してちょうどですね、まあ、着丈もそんな長すぎないし身幅もですね空気が通り抜けるようなちょうどいい感じです。これぐらいが大人のサイズ感としては理想的かなと思うのでぜひですねワンサイズアップして選んでいただきたいなと思います。まあ、先ほどねお見せしましたカーディガンとこのようにブラックでコーディネートを組んでみるのもまあ夏なのでちょっと暑苦しいといえば暑苦しいんですけどもこういうブラックの重ね着というのも結構シャープでかっこいいかなと思うのでぜひそういった点も含めて使っていただければな
と思ってます。このカーディガンの内側は、まあ、あのユニクロ U のエアリズムいろんなカラーがありますので、それと重ねてもらうのもすごくいいかなと思いますし、まあ、1枚あればですねすごく使い勝手はいいと思います。ポロシャツの下は、まあ、何がいいかな、例えばブルーデニムなんかでもいいと思いますね。下がカジュアルでブラックのポロシャツでちょっと引き締めるのもいいかなと思うので、さまざまなバリエーションで使えるかなと思います。あとボタンなんですけど、これはね僕は全部締めた方がいいかなと思います。結構開けちゃうとちょっとこう襟の感じがダラッとするというか、この感じが、まあ、リラックス感があって好きという方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕はあんまり好きじゃないですね。襟全部締めてあげて、このコンパクトに襟周りをしてあげた方がニットポロはバランスがいいんじゃないかなと思うので、そのあたりもぜひ皆さん実験して、どのあたりの着こなしがしっくりくるのかを、定めていただけるとすごくいいのかなというふうに思ってます。ということで2点目はニットポロでした。で3点目はですね、まあ、これは今までプラス J のものが2つ続いたんですが、こちらはあの通常のユニクロのラインのものですね。ナイロンギアショートパンツ、これもですね、もう本当にセール期間としてはギリギリです。動画出すのがですね今日が6日の火曜日なんですけど、7日に出そうかなと思っていて、で8日までかな、本当にね次の日ぐらいまでしかセールになってないんですが、ナイロンギアショーツが前動画の中でも開発したかなと思うんですが、これがまたセール価格になっているので絶対あった方がいいです。これは超使えます。まあ、ユニクロのショートパンツ数ある中で個人的には一押しはこれですね。ちょっとこうグラミチライクな雰囲気ですね。こう外付けのポケットなんかも一つのアクセントになってますし、このシャカシャカ素材がすごく快適で、アウトドアだとかあとは外遊びにすごい使えるので、まあ一個あるとすごく便利かなと思いますね。このベルトなんかもねやっぱりこう便利なんですよね。気軽にこうウエストの調節ができるというのもすごく便利だし、まあ本当にこれは普段からあの日曜日とか祝日に履いてるんですけども便利なので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなというふうに思ってます。まあ、このような期間限定商品ってユニクロにはちょこちょこ出ていて、まあ、金額が安くなっていくんですね。まあ、ちょっと前はユニクロ U のエアリズム、これもね安くなったんですよね。その月に僕も1着購入したわけなんですけども、もう定番で間違いのないアイテムもですね本当に安くなったりするので、ぜひ皆さんこういったものっていうのは長く使えるのでおすすめできるのかなというふうに思ってます。あとはですねユニクロ U の T シャツ、これもですね安くなってるのでぜひチェックしていただきたいなと思います。ちょっと僕手元になくて申し訳ないので、まあ、サイトを見ていただきたいなと思いますし、リンク貼っとくんですが、これもね定番的なアイテムで、あの結構肉厚ですごくですね透け感もないし、あのスタイルもよく見えやすいような、もう定番中の定番の T シャツなので、そこら辺も安くなってるのもぜひチェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、ということで今回はですねユニクロのセールアイテムの中から3点ですね、まあ、正確に言うと3点というか2点プラスアルファの2点4点という形になるんですけども、ぜひサイトでチェックしながら買い足していただければなと思ってます。まあ、ただですねプラス J のアイテムに関しては、僕が今着ているカーディガンだとかポロシャツに関してもウェブでは在庫がねもうほとんどないんですね。ですのでちょっと通販で購入するのはなかなか難しいかなと思うんですが、まあ、そもそもプラス J というのは全部の店舗で展開しているというよりは大型店のみの取り扱いになることが多いかなと思うんですね。で、大型店に行けばまだ在庫があるかなと思うので、確かね先ほど在庫見たら、まあ、都内だったら銀座店だとか、あとは新宿ですね、新宿も結構大きい店舗なんですけども、そちらには在庫がありましたので、まあ、ユニクロのサイトの中でお近くの店舗の在庫があるかどうかがチェックできますので、ぜひですねそちらで確認してサイズがあるかどうかを見定めた上で購入されることをお勧めしたいなというふうに思ってます。こんな具合でですね、たまには、まあ、リアルタイムで、まあ、こういったセール品がおすすめですよというものも皆さんと一緒にシェアができればなと思ってます。おそらくギアパンツだとかユニクロの T シャツはもう本当に数日以内にセールの商品から普通の価格に戻るかなと思うんですが、このプラス J の商品というのはまだまだセールが続くと思うので、ぜひですねこのあたりはチェックしておいて間違いないかなと思いますね。僕も買ってすごい満足度が高かったですね。改めてなんかプラス J の魅力というのを再発見しましたね。派手さのあるようなインパクトのある商品ですね。このあたりは
間違いがなくですね、ワクワクするものなんですけども、意外と地味で発売当初はそこまで目に入らなかったようなアイテムにこそ魅力があるのかなと思ってます。長く使えるということ、まあ、ベーシックで着こなしの軸になるというところ、このあたりがプラス J のもう一つの魅力かなと思うので、そのあたりが僕も再発見できてとても嬉しいなと思いますし、そのあたりをですね、皆さんにも楽しんでいただきたいなというふうに思ってます。はい、ということで以上スタイリスト大山俊でした。これからもですねメンズファッションの基本ですとか、まあ、お得な情報をですねどんどん出していきたいなと思ってますので、気になる方はですねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信、皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。